本音で言っちゃうよ、東大卒の大吾くん、ちょっとこれ聞いてください。大吾、東大卒の大吾くん、僕この人好きなんですけど、あのこの人に対して出産すべきですか、東大ですが。じゃあ本音で返しますね。結婚や出産のメリットって別に科学的には確認されておりません。特に男性の場合は結婚のメリットは若干あると言われてますが、女性が結婚するメリットや出産するメリットってのは別にないです。なんなら出産は子供を作るってことは幸福度で、総量で見たらマイナスになります。子供を育てるのって子供から得られる喜びより大変なんですよ。だから、本音で言ってしまえば別に結婚や出産する必要はないと思います。何歳になっても。はい、以上です。本音ならね。はい、大吾さんの今の、あの、メンタリスト大吾さんの今の本音を聞いて、正直に、大吾さんに伝えたいことがあるんですけど、あなたはメンタルが壊れてますので、きっと僕のお友達になった方がいいですよ。助けてあげます。なぜかというと、メリットね。メリットで考えたら、これ正直、本当にメリットで考えたら、なんだろうな。メリットはたくさんあるんです。考えれば。で、幸福度で考えると、なんだろうな、プラスマイナスで考えると大変なことが多いっていうのはこれ真実です。これも絶対真実なんですね。大吾くんが言ってることは真実。でもそれ以上の、与えてくれるものっていうのは自分の成長だったり。まあでも成長できない人はもうただ子供を殴ってね、子供をね、自分のね、なんだろう、持ち物にして殴っちゃうわけよ。こうなっちゃうわけ。ってね。もう死んだの。昔の俺は殺したんだけど、こんなになっちゃうんですよ。ですか？要は、大吾くんに言います。まあ、間違いとは言わないけど、メンタルが壊れてて寂しい人ですね。で、結婚し、今のでめちゃくちゃ怖いのは、損得で考えないことです。損得で考えられるようなものではない。もう、なんだろう、その大変さ、以上の、幸福度が、大吾くんには分かんないのは結婚したことないと思うんですよ。結婚、なんだろう、結婚は、なんつうのかな、結婚って大変。ただ、子供を育てることの幸せはもう結婚以上に意味があるし、ものすごく自分に与えてくれる、プラスっていうのは、計り知れません。っていうことです。ちょっと待ってね。ちょっと音楽がね。今からね、もう。はい。自分に与えてくれる、幸福はもう計り知れませんので。はい。ということです。